うん、とりあえずはこれで切って、うん、で雑談コーナー、はい、はい、でも雑談コーナーね、長くなってきたので雑談コーナー行かなあかんけど、うん、なんかありました、まあ、メールも来てますんであれですけど、メール先聞いた方がいい。そうですね、特になんもない、まあ、おもろい話もう用意しとけ言うてやで、はい言うてたやん、でもあのチップ、あ、でも言ったしな。何を、これは言ったかな。だからあの、うん、変なやつに会ったっていう話ですね。ああ、何くんやったっけ。ババくん。ババくんあれ受けてるで。あ、ほんまですか。めっちゃ受けてる。あ、めっちゃ受けてるで。ババくんのその後の話してないですよ。してない、してない、してない、してない。あ、これはどう。あ、あるんですよ。天皇陛下の、うん、天皇の組み立て作業ね、はいはい、で、僕だから、うん、あれなんかよう会う、あれから会うようになって、うん、今もよう会う。あ、んですよ、ね、僕ん家の近くに住んでるっていうのが分かったんで、チャリでブワー走ってるんですよ、ババ君。まあやっぱ特徴ある。特徴あるんですよ。でこうすれ違った時に、うん、おっすって言ったら、もうシュー真っ直ぐしか見てないから気づかないですよ。でおっすって言ったらパッと振り向いて、でもパッと見たら、あっって覚えてくれてるんですよ。で喋って、ブワーって言うから、まだその、天皇の組み立て作業とかブワーって言ってくるから、あのもう行くわって言ったらさっと行くんですよ。でよくよく考えてたら、俺前に10年ぐらい前に会ってるんですよね。え、思い出して、かって思い出して、あれ、俺あいつになんかずっと親近感あると思ってたら、10年12年前ぐらいに会ってると思って、それが多分ね、元校で会ってるんですよ。元校で確か僕浜田さんとおったと思うんですけど、あのプロレスショップあるじゃないですか。あのリングセオルやろ、はい、プロレスショップを10年前かな、でもそれぐらい前やったと思うんですけど、元校3人やった頃、まだいや、元に2人行った時だと思うんですけど、その誰かが来て、僕と浜田さんに、あそこのプロレスショップ、って言ってませんでした。あったあった、その話だった。10年前が何やったっけ、あのあそこのプロレスショップ何やって言ったっけ。今空いてますかって聞いてる。あ、はいはいはい、あったな、その話。あ、でも変なやつがやろ、だ10年ぐらい前の話になるかもしれないです。ああああ、で、いや行ってみたら、近いからね、行ってみたらどうですかって言って、あ、忙しいんで。はいはいはい、聞いたことある、その話。あれがババ君なんですよ。あ、そうなんや。ほんで、その時にさ、その時にそれこそ、大方さんが、そうそうそう、お前、日生やろって言ったんやな、そうなんです、確か。そうですよ、そうですよ。あいつなんですよ。はい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 。だ、僕、ずっと会ってるんですよ。ああ、その、で、思い出したら、その後も僕会ってるんですよ、実は。お、家の前で、これ言ってないかもしれないですけど、ずっとね、猫を見てるやつがいたんですよ。言いましたっけ。なんかその話聞いたことあるような気がするな。これは結構最近なんですよ、多分ババア君が僕ん家の近くに来た時に、猫を住んでるから、で猫を見てて、でずっと見てるから、僕とちょうどおかん、僕とおかんが出た時におかんが、なんかおる、なんか、ババ君にどうしたんって声かけに行ったんですよ。はいはいはい、で、ババ君が、猫飼ってますよねって、あなたの家。あ、その話聞いたことあるな。それババ君なんですよ。あれ何やったっけ、結構怖いこと言うんだっけ。あ、そうそう、猫飼ってますよねって、あ、飼ってるというか住んでるからねって言って、で、あの、いじめてないですかって言って。あ、そう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 。で、ババ君いじめてると思う。いじめ、心配やったんですよ。で、いじめてないよって言って。で、あ、ちゃんとあの、まあ、世話してるからねって言ったら、ババ君が、僕も隣におったんですけど、それおかんの、ちょっと怖かったの、あ、もし、あの、あなたが、おかん、おかんにね、あなたがいじめてたら、私はあなたをしばきますって言ったんですよ。おかんに。多分それラジオでも言ってると思う。これ多分言ってますよね。あれババ君なんですよね。そうなの、ね、考えたら、はいはいはい、ずっと一緒におるんですよ、よう考えたら。
長い付き合いだよね。だって岡田さんのその日生って言った時も、あれはもうだいぶ前ですから。でその後も馬場君ずっと通る。はいはいはい。で、大川さんには馬場君って言われてないんで、熊五郎って言われてるんですよ。なんでラーメン好きだ。熊五郎のラーメン。いや、なんか見た目やと思います。あの直感というか。ああ、熊五郎なっていう。直感。ほんなら、馬場君は岡田さんに何か言わへんの？グッブクとか言わへんの？いや、言わないです。なんかね、一回小競り合いがあったらしいですよ。聞いたらどうやら。その後、ちょっと小競り合いがあったみたいで。まあ、なんて言うかな。馬場君って、まあ、最初全然わかんないですけど、やっぱ喋っていくと、ちょっと変やなっていうのが分かってくるんですけど。そんな関係ないですから。わかるよ。もう熊五郎って言ったら熊五郎。忖度らしい。何やねんお前ってなって。で、まあ意味わからんことを言ってきますから、そのプロレスショップ。はいはいはい。忙しいから。そういうのも大川さんにも言ってきますよ。そのまま一挙やん、勝手にみたいな。で、なんかちょっとしたことって喧嘩になったらしいですよ。熊五郎と。馬場君もそういう攻撃的な感じになることもある。そうなんですよ。その時はね、いきなりあいつ来てなって言って、そうやな、お母さんをしばきますっていうぐらいのね。ちょっと攻撃的な面があって、その山口組の人知ってるんですって言ってきたんですよ。僕は、ちょっとこうだからマウント取りに行った、取りに来たんや、そんなんも一番許せますから。そうやろ、ヤクザやったらビビると思うよみたいな。でもぶっちぎて、お前そんなもんそれじゃそれ連れてこんかーって大声で、言ったんですよ。でもうあーってなって逃げていったらしい。逃げていったんですよ。ほんで、そっから店には二度と来んかったんですよ。はい怖くて。でも高架下あるじゃないですか。こっからやっぱすげえなと思うのが馬場君が、大川さんの店の前を通らんでいいのに通るんですって。でその怒らこうちょっと小競り合いがあったとね。でこっちに元子のその先に用事がないと思うけど、あるとしても大川さんの店を迂回したらいいじゃないですか、その元子を通らんと。でも馬場君はそこを通るんですって。で通り方がで、また帰ってくる時も通るんですって。でおい熊五郎ってそれで言うからもうひどいな。もう漫画やんかコントそのままやんか、なあ。で最近、大川さんに会って、でそのことで一致して、で、あ、僕んちの近くいますわって言って、今ちょっとよう会うんですよと、あいつあの辺行ってんのかって言って、まあ元気にしとやったらええけどって元気ですって言って。大方さんはどうですか。大方さん元気でした。お店どうなってんの。あ、まだもうだからあそこだけです。もう一個だけだからもう通れないんです。通れないよね、横から入らないからな。あ、ほんなら逆に参道みたいになってんのも、あの横からの道がもう直通よとして。そうそう、だから行っても行き止まりやから、もうさ、そこしかないな。なるほど、どうなるんか。ほな馬場君も通りにくいな、ちょっと。そうですね、先になんもないからね。いや、あのな、いや、それまあ俺もちょっとまた、あんまりこれはね、まあオフレコで、はい、お願いしたいんやけど、やっぱりね、あのコロナ謹慎中、ね、新型コロナの謹慎中ってね、まあ暇やんか。ああ暇やんか。ほんでステイホームでしょ、ね、ステイホームやから。でね、結局何をするか分かります？何やろう、ネットフリックスじゃないですか。ホモ出会い系をさ全然違かった
いや、やっぱりね、面白い人がいっぱいおるんですよ。面白い人っていうかね、ほんでね、いや俺も最近ちょっと考え方を変えてて、うん、まあ、まあその話はまたしますけど、で、まあ、その時もね、たまたま、まあ、そんなにね、だからってこう人と出会えるわけじゃないんだけど、うん、まあ一人ね、うん、まあ、僕が好きなパターンで、うん、マッサージ、うん、ホモの人でマッサージをする人がいるんですよ、はいはい、ほんでその人はね、結果的にはもう抜きはなしなんです。ほうほう、うん、俺もねちょっとそれは意外だったんですけど、うん、マッサージだけ、ほんでね、それがねその人の家行くね、うん、行くね、でまあ播州の方の、うん、とある町やね、うん、けどで、まあこう電話で道案内されながらバーッとその人の家まで行くの、うん、まあ、結構だよな、まあ田舎やけど、田舎やけどいい感じのアパート、うん、で、コンコンって行く、うん、で、すっごい綺麗なアパートやねんな、うん、中も綺麗や、はい、中もまあ暗くしてやねんけど綺麗やね、うん、で、マッサージするわって、うん、で、マッサージしてくれんねんけど、まあ、マッサージはね、正直、うん、ゆるかった、うん、ゆるかってふわふわやね、うん、でもな、その人はな、まあかなり変わった人で、うん、マッサージに対してごっつい真面目やね、うん、うん、ゆるやのに、うん、ゆるいねんけど、ゆるい、ね、まあ気持ちいいよ、気持ちいいけど、こうグッグッって揉んでくれるわけじゃない、こうふわふわふわって揉んでくれる、で、エロはなしやね、うん、で、まあ、ホモはホモらしいよ、うん、で、なんかこんな発展場行ったとかあんな発展場行ったとかいう話はしてくれんねんけど、はい、で、マッサージだけ、マッサージだけ、ね、ほんでな、マッサージもな、いや、やっぱり僕もできるだけマッサージの手は動かしときたいね、うん、うん、で、クルー打てて、けえへん人もおるんよ、うんうん、で、いや、もうそんな、僕はもうお金なんか全然取らへんのよ、こうやって来てくれて、で、まあ、気持ちええわって言って帰ってもらうんがええんよ、うん、みたいな感じやでな、うん、で、でもね、マッサージはね、うん、どこで覚えたかって言ったら、うん、学校の先生にな、いつも肩揉んでくれって揉まされてたんよ、うん、ってね、学生の時に、学生の時に、はい、ああ、そうなんですかって、うん、そうやね、先生がな、うん、呼びつけてな、うん、まあ、肩もめ言うんや、うんうん、うん、もう分かるやろ、うんうん、全寮制の学校やったしなああそうなんですか、へえとか言って浜ちゃんが先輩なんや日生かい日生っすねめっちゃ変わった人やったで、うん、日生はね、もう日生の人も日生やった、ほんでな、一流の人がいるんですよ、うん、もう家の中がピカピカやねん、これ日生やな、全力そう全力でやらなかったもんね、なんかすごい面白かったわ、で帰りは駅まで送ってくれて歩きながら、うん、やっぱ日生ってなったらちょっとね、うん、見方があ本気の人やなっていうねそうやねなんかあの人ヤクザ、うん、ね、はいはい、あの人日生カテゴリー分けができましたよね、いい意味でですよ、そう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 な、うん、うん、そうですね、だから何回かそういうっていうのはね、僕もね、その人の家に行けるパターンやったら、うん、行くっていう風にしてるんですよ、おうおう、まあ、変な性癖ですけど、はいはい、僕もあ、うん、その出会い系の出会い系のあれでね、はい、でっていうのは、うん、まあ、っていうのって、まあ、そういうその日生とかも面白いけれども、うん、何やろ、階段とか、うん、まあ、階段じゃなくてもいいんだけど、うん、そういうおもろい話をプライベートな、そう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 、もう仕入れるっていう感覚でちょっと、はいはいはい、うん、うん、確かにちょっとそうですね、うん、
組み込みますもんね。ちょっとそう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 。ほんで、うん、っていうのはやっぱり家やったら喋、うん、るやん、うん、ああでもないこうでもない、うん、それがな、うん、確かにそういうオプション的な楽しみ、ね、そうやねそうやね。ほんでね、この前、うん、一回終わったやつもこの、まあ、オフレコですいません、あ、これオフレコちょっと流れてるこれオフレコで申し訳ないですけど、すみません皆さんオフレコで、うん、はい、その人はね、まあ、またちょっと阪神館の人やったの、はあ、年下かな、はい、ですけどカメラ好き、おうほう、カメラ好きで、うん、YouTuber やってて、うん、時は月8万ぐらいあったんです。すごい、うん、でまあ、ちょっといろいろあの文字だけ流すパターンの YouTuber やん、 あ、うん、あれをやってて、でもう収入にならなくなったんですけど、あ、そうなんや、うん、でもあのまたやりたいなと思って、うん、カメラがどうのこうのとか言って、うん、俺こんなカメラ使ってんねんとか言って、うん、マジですかとか言って、で結構仲良くなった。へえ、うん、友達作りに、うん、そうそうそう、その人はもう友達っぽくなりそうやな、うん、うん、んでまあもう一人あったかな、うん、この期間中、うん、それはね、その人はね割と最近あったんですよ、うん、んでまた家へ、まあ、行って、その人は A マガサキの人です。あ、もうこれちょっとオフレコだ、はい、これはすいません、これ多分バレてないと、バレてないと思います、はい、その下で、ね、まあ行って、うん、まあなんかして、うん、で腹減った、あ、腹減ったなみたいな、うん、その人も俺より年下かな、うん、うん、でなんかあっち行った飯あるから行こうとか言って、ちょっとしたショッピングモールみたいな、はい、行って、でならね、ごっついステーキを送ってくれた。 お金だけはあるから、気にしないでなんか、うん、そういう飯、うん、でもその代わりまた来てほしいね、あ、うん、あ、分かりましたなんあかん、だからなんていうのなんかおっさんに囲われてる女の気持ちちょっとな、その下な、ねちっこいね、喋り方とかも、うん、だからそのねちっこいおっさんに、うん、なんかねちねちやられる、お、うん、女の人の気持ちそうですね、うんうん、でもやっぱり、うん、いろんな人がいますね、いろんな人おるね、だからそういう醍醐味が、うん、あるなと思って、ね、これはちょっとひょっとしたら、うん、まあなんていうの、人間観察としてもすごいし、まあまあちょっと一つ行き当たった、うん、あの鉱脈かなと、うん、ちょっと思ってね、うん、なかなか普段やったら会えないような人、うん、でやっぱり変わった人も多いし、うん、うんうん、あ、もんなもその流れで、うん、言っていいですか、はい、もういいですか、うん、ちょっとオフレコの話を、あ、今日は先生これちょっとお腹減ってるでしょ、ちょっと減りましたけども、うん、これちょっとね、ハリマヤの、あ、ハリマヤですわ、問題のハリマヤのね、おかき、はいはい、せんべいおかき、これ海苔おかきとハリマヤ一個ずつね、鶴子さんも言ってた今食うの、今食うの、ちょっとバリバリ言うから後で、ありがとうございますなんですけど、これあれなんですよ、おっちゃんがね、うん、あ、おっちゃんがちょっとしたこう姫路の階段があって、ほうほう、でそれをまあ検証じゃないけど、うん、なんか確かめに行ってくれたんですよ、おっちゃんめっちゃ覚えてる、姫路まで、はいはい、でその姫路で、うん、あのお土産で、お土産で、うん、このこれ、ハリマ焼きなんです。もう一個、だからその海苔おかきっていうのをポコンと、だ2パック買うて、ああ、行ってきたよって、そう、うん、映画館持ってきてくれたんです。あ、優しいですね、うん、ほんでね、うん、まあ、これまたちょっと変な話なんで、うん、下ネタ嫌いな人は、はい、もうここでストップで、はい、いてほしいんですけど、で、まあ、いつも何、うん、映画館でね、うん、
あのしてもらって、うん、まあこれは過去の放送を聞いてみると分かりますね。はい、あのね、してもらって、うん、はい、ほんで、でもちょっとね、僕ね、腰をなんか体幹トレーニングみたいな、最近ちょっと僕なりに始めて、ほんならね、逆にやりすぎて腰が痛いんです。はいはい、うん、で痛いな思って、でマッサージしてくれるから、うん、で腰がまた痛いねんとか言って、うん、ほんなら、まあ、足も揉んであげるわとか言って、うん、なんかこう足も揉んでもらったんですよ。はい、で足も揉んでもらったら、こうどうぞこういう感じで座りながら、こう足を隣に投げ出すような感じで、はあ、足を揉んでもらってたら、こうあれを着てたんですよ、もうその時、あのフランシュタインの T シャツ。はいはいはい、うん、でフランシュタインの T シャツ着ててね、うん、ならおっちゃんがね、うん、こうやってこうネクストドアのね、うん、こう乳首をちょっと、うん、触るような触らんようなで、こう、うん、そのなぞるその、うん、そのイラストをね、はい、でこれはどういうことなんやって、うん、このイラストは、うんうん、イラストってこの T シャツは何のあれや、はい、あこれはねって、うん、そのまあ、自分らで作ったやつなんですって、うん、作ったやつなんですけど、まあ、うちのね隣で、うん、あのフランシュタインが出たんです、うん、まあ、それの、まあ、それをちょっと題材にして、うん、まあ、弔いというかね、うん、そういうんじゃないけれども、うん、まあ、その事件を、うん、こう T シャツにしたんですって、うん、でこれ友達にイラスト描いてもらって、うん、僕がデザインしてやってるんですと、うん、言ってて、まあ、これ書いた人、これ、うん、天才やね言うんですよ、うん、いやいや、まあ、上手なんですよ、こいつもね、うん、階段やるんですよ、うん、へーとか言って、あの田中俊之って、うん、まあ、最近結構出てるんですけどねって言った、うん、ほんなら、うん、茶屋町階段のあ、そう、あの、茶屋町階段茶屋町階段、出てますわ、って あーって、あー、すげえ、あの人の話、結構怖いってへえ、うん、聞いてくれてたの、そう、うん、だあの話は知った、あの中国の話な、あー、うん、あれか、あ、手が出てくるやつな、ってじゃ聞いてくれてるんじゃないですか、うん、で、なんかお前ドブに頭突っ込む話ってあったっけ、ああるはいはい、それ知らんねん、それって、うん、めちゃくちゃ最近のやつですよ、あ、そうなんや、はい、それが怖いって言った、それとな、あれ、あの、それこそあれや、うん、あの、釈迦谷の音源あれやん、留守電の、ああ、あれがとにかく怖すぎる言うねんけど、いや、それはな、俺もさすがに、あれでも俺のネタですあれは釈迦谷が俺に持ってきて、そう、うん、それをね、ちょっとあれしてあいつが撮ってやってるんですよでもそんなんも聞かへん、あの人でもドブのやつは、うん、ドブというか溝の頭のやつは、うんうん、俺それ知らんかったもん、そうでしょ、あんまししてないし、うん、ほんまに最近のやつっすね、ああ言ってたええー、うん、だから、ああ、あの首のやつな、あ、はいはい、とその中国とその溝のやつ、あ、でもおっちゃんラジオ聞いてる可能性ありますね、そうラジオだから茶屋町階段、うん、MBS、うん、ABC、あれ ABC ちゃう、 ABC か、ちゃうごめん、MBS? MBS やん、茶屋町やから、あ、 MBS、ね、まあ、怒られんだよ、はい、そうやねんて、あ、なるほど、めっちゃ喜んどった、めっちゃ喜んどった、ほんまに、ってで、でだからお前とあいつのファンやねお前とな、あの連休時、あ、三木大雲さん、三木大雲の
ファンやん、まあ、ミキさんはね、うん、ファンっていうかのが好きや言うた、うん、あの連休時の和尚さん、ああそれたまらんでしょうね、うん、ミキさんの、ああいやいやあれそんなん言って、うん、俺一緒にあれ出ましたからみたいな、そうっす、言うねんけど、うん、聞いてなかった連休時のでもあでもそういうとこ関わってるんやねって、はいはいはい、俺のこといやまあ関わってるというかまあ俺まあまあ僕はちょっとだけですけどって言ったらめっちゃ喜んだったほんまに、そら、うん、ねえ階段、うん、諏訪山さんからね、うん、こう調べに行ってて、うん、ほんでなんていうのかな、そうメジャー系とつながったらな、そうですよねそう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 すごい、そうやね、もうほんでだから T シャツ1枚買ってくれますありがとうございます買うかでもすごいですね、何本そうそう、でもそれって どっちが先なんでしょうね、で諏訪山さんが階段集めいやちゃうちゃうちゃう多分あ前からと好きやね、あそうなんや、ね、うん、多分聞いてくれてたんです、ね、そう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 、だから階段のイベントってあるんかって聞いてたもん俺に、ああ昔そう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 好きやね、ほんでいやこの T シャツ着てちょっと自慢したいな思ってっていうの、自慢したいけど自慢する相手がいないわそうやな残念そうやね、なんね、なんぼや言うからもうおっちゃんやから、はい、まあ、はい、まあ、2500円でいつかって言ったらそんなんでいいんかそんないやいやもうそんな散々世話になってるそりゃ、ね、そうですよね、うんうん、だ今度来て来てあの見に来て見に来て覗くやついっぱいおるから大丈夫や喜ぶと思う、俺があのやられてるとこは前の座席からこうパッと振り返ってみて、すごいな、すごいそうそう、素晴らしい偶然ですね、でもそれはまあ偶然というかな、うん、え、よかったと思って、うん、ねえ、うん、長いですもんね、もうおっちゃんとも長いねえ、もう長いよ、だからほぼなんていうん、まあ認めたくないけど、うん、付き合ってるよなまあね、あのそういう意見も出てましたよね、なんかどういうこと、あのツイッターかなんかで、あ、そう、それってもう恋愛感情じゃないですかっていう感じのそうそうそういやいや、そうやね、うん、そうやね、てかまあもう実質そうというかさ、あだってなあ、そうですね、うん、これはもうだからぜひ諏訪山さんが行ってる時にミキさんと二人で行くべきですね、覗きに、ミキはいいわミキさんはいいですきつすぎるから、うん、いやそうやね、うん、もう俺もびっくりした、さすがにいや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 ってあすごいな、会長のことは知らんかったわそれがちょっとな、じゃあ眞子さんのラジオをよう聞いてるかな、そうそうやと思う、だからラジオやと思うねんな、こう、うん、集中してそうですね、だからグレージージャーニーって言ってもちょっとわからんと、MBS をめっちゃ聞いてる可能性あります、ね、うん、そうやな、でもその溝のやつは MBS でも話してないねん、あ、そうなんや、はい、何でやった、あの、まことさんの番組ですけど、うん、あ、だからまことさんのあれは追いかけてるんちゃうか、一応どういうあれか知らんけど、どういうやり方か知らんけど、うん、だからあの CBC ですかね、谷志くんのことは知ってた、あ、うん、まあ、まことさん追いかけてたそうですね、だからその田中さんも松竹芸人なんかって言ってた、うん、ああ、うんうん、そっか、うん、よう出させてもらってますもんね、うん、マックスさんのやつは、
うん、まあそんな話。まあでもよかった。めっちゃめっちゃ喜んどったな、おっちゃんは。おっちゃんはもう多分あれめっちゃ喜んでるから。娘さんのルンルンや。多分言ってることはなんかスーって抜けるから。そのこの T シャツデザインしたわ。スーって。絵をね、絵を描いてもらったんです。この字僕なんですよ。聞いてこれは相当インパクトあるよ。そうやろな。って言ってた。へえー、ああすげえな。はい、はい、驚きましたね。あれマウス動かへんと、うわ、なにこれ、なにこれ、あれ、あーやってみた。ありがとうございます、はい、これはいただきます。はい、そういうね、気持ちの、ええ、言うとくわ。あ、はい、これあのおかき田中にやりましたって、はい、ちょっとうございます。でも、あれやな、そうか、まあでもそれは大丈夫やな、田中にやったっていうのは大丈夫やな。うん、うん、はい、なら行きますね。あ、はい、メール行きます。あ、メール、メールね、はい、メール行きます。はい、鶴子さんです。あ、諏訪山先生、賀門先生、いつも楽しませていただいております。 A 型サソリ座鶴子です。第158回の風俗話、風俗の話でのアンケート結果、興味深い話でした。女性側は 100% 気象いと思っているというのは極端すぎる結果と感じました。気象い派が多数かもしれませんが、そんなこともないのではと思います。あ、こういうと失礼かも、炎上ものかもしれませんが、確かにお客さんの中にはいろいろな面で、これはちょっとと、ちょっと、とにかく何分やから何円と頭の中でねじながら、それは表に出さぬよう仕事に徹することも正直ありますが、しかしそんなにきついと思うこともなく、その時間を楽しく過ごす場合もあり、そして稀には見た目も好み、会話や雰囲気、体の相性もなかなかよく当たりと思うこともあり、そういう場合はプライベートでもお店にもという N さんに近い方針で実行する、かっこあるいはお客さん側からの提案もかっことじあり、その試みがうまくいけば充実した時間が持てるであろうと、ややこしいことにならないように対策は必要ですね、うん、と友人が言ってました、うんうん、なるほど。風俗業というと少数派ではあるかもしれませんが、他のどんなお仕事とも同じで、さまざまな思いや事情で働いており、人と出会う場所ではいろんな出来事があり、それぞれの思いや考え方があるものなのでしょうね、うん、何を言ってるのか分からなくなってきましたが、いい、とにかく 100% 気性いいということはない、ないが、もちろん気性いいこともある、うん、ということで、なるほど。では先生方はじめ他のリスナーさんも、体を冷やさず免疫力を上げ、何より賀門先生の大峰山九重守り封印時のご利益で、体調を崩すことなく過ごせる、うん、え、何え、あの巻物、はい、そう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 、と信じております。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもあれのおかげでね、はい、兵庫県はもう1ヶ月感染者なしなんです。おお、パワーが出てる、あれのおかげでしょ、うん、あれだって前5月8日にやったから、はいはい、あ、今ちょうど5月、ね、6月17、はい、16、うん、なんかそうなんでしょ、うん、収束に向かってる、そう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 、だからそうなんですよ、うんうん、はい、という話があった後で、うん、川俣さん、お久しぶりじゃないですか。諏訪山先生、賀門先生、こんにちは。天秤座尾形の川俣です、うん、今回のお便りしたのは、結論から言いますと、うん、新型コロナウイルスの疑いで PCR 検査を受けたというお話です。事、うん、の発端はコロナ禍真っ盛りの中、いきなり呼吸が苦しくなり、咳も止まらなくなってしまい、自宅の階段すら登れないという状態になりました、うん、あれこれってもしかしてコロナではやばいと、死の危険を強く感じ、かかりつけの病院に駆け込みました。世間では新型コロナにかかると PCR 検査すら受けることが難しいという話をよく耳にしますが、
僕の場合もともと肺に持病があるためかすぐさま隔離病棟に入れられ PCR 検査を受けました、うん、もし新型コロナだとしたらここ最近は手こき風俗も行ってないし東京にも行ってないのに一体なぜという思いでした。検査結果が出るまでは個室に入り鼻に酸素チューブを入れられトイレはベッドの脇のスペースに置かれた簡易トイレで病室から一歩も外へ出てはいけないという囚人のような環境でした、うん、コロナだったらこのまま死ぬのかもなぁと思い意識が朦朧としながら検査結果を待ちました。それから2日後結果発表、結果は陰性でした。およかったと思いきやコロナじゃないとすればこの苦しさは何なのか確かにといえば持病の肺炎の急性悪化でした。おコロナと同様にたちの悪い病気です、うん、それから退院したのは5週間後の5月下旬へ長い闘病生活でした。入院生活では20代中盤とおぼしき赤い眼鏡をかけた看護婦さんが気になりました、うん、手こき風俗にいたらお気に入りで通ってたと思いますという、うんいいっすね、そう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 なんですよ。僕もその話を聞いてたんですよ、うん、まああのコロナかもしれないみたいな、うん、マジでみたいな、なんか川本さんやっぱりすごいなっていう、なんか川本さんの映画浮かびますよね苦しくなった時もってなんで病院行く時なんか映画浮かぶんですか、なんでなんやろ。でも階段も登れへんねんで、もう相当っすね、相当やで。うわーきっくる、なんか川本さんっていつも割とさ、うん、世の中とリンクしてない、なんかしていますね、とその世の中の流行ってることと、うん、こうなんかこうねなんかな、自分は意図しないそうそうそう、なんか、ね、うまい具合に合ってくるというか、ね、そうそうそう絡まっていくって感じですよね。5週間って言ったら逆にさコロナの方がマシやったんじゃ、時間は可能性ありますよね長い、長い、うん、まあ良かったですよ、うん、またね川間さんちょっと会いたいですね。そうです ね、うん、ね状況が良くなったらね、うん、また会いたいですね。はい、ですね、カレー大好きさん、ほう久々にメール来てますね。はい、いつも楽しく拝聴しております、ご無沙汰しております、カレー大好きです。前もね去年の8月頃にもメールくれてますね、うん、ああじゃあまあ1年弱というか1年ぐらい、うん1年そうやね、あれもそうかな、あの話やったかな、あのゲームオブスローンズとか、ああ、うん、の話やったかな、はい、うんはい、いきますよ、うん、ご無沙汰しておりますカレー大好きです。本日は話題のノンフィクション女帝小池百合子を読み、芦屋号出身の諏訪山先生に小池百合子都知事の話をリクエストするためメールさせていただきました。女帝小池百合子はカイロ大学時代の同居人の方の証言や政界の実力者への時事殺しなどクラクラするような話が満載の書籍です。また反省を紐解いているだけあって芦屋時代の話も一章を使って書かれています。諏訪山先生には芦屋の町で小池百合子はどういうような評判だったかをお聞きしたいです、はい、どうのこうのっていうので、まあ、この方からこれリクエスト来たから、あ私もまああの前半ね本を買ったんです。それまではもうええかなと、まあ、まあ小池百合子のことは別に好きじゃないし、うん、はっきり言って、だからなるほど、まあまあ大体そのどんな内容かこう、うん、世間の感じでまあ分かるといえば分かるんですけど、うん、まあでもねこんだけ盛り上がってるから、うん、一応乗っとこうかなと思って買わせてもらいました。はい、まあちょっと前半ね聞いていただけたらそうです、ね、と思うんですけれども、はい、またメールください。はい、はい、ありがとうございます。なんか他もなんか SNS でなんか来てたような気するけどもう分からん、ああ漏れてるやつがもうね分かりません、それは、はい、しゃあないです、はい、はい、すいません。でね、うん、いいですか僕の話して、はい、僕ばっかり喋ってますけど、いやそんなことないです。
手抜いとんちゃうか。抜いてないです、抜いてないです。な全然全然全力でやってます。すぐ来いよ。え、はい、次やるからまた。もう1ヶ月以上空いてるから。あ、そうでしたっけ。うん、空いてる。だから5月8やん。あ、そっか。やっぱな、1ヶ月以上空いてちょっとなペースがおかしくなるんで、うん、ね、了解です、はい、で事件もこう過ぎ去ってしまうやんか、うんうん、ほんでね、うん、まあそれはいいんですけど、あの昨日やっていうかな、うん、まずね、おとついにちょっと怖い人がいるんですよ。怖い、僕の知り合いがね、怖い、うん、怖い系のおっさんがいて、その人がまあまあ怖い系あるあるですけど、うん、クワガタが好きなんや。ああ、なんなんでしょうね、あれ。な、なんなんや、あれ。相川翔といいね。そうそうそう。ほんでな、でほんで俺前一回さ、うん、どういうんかな、平野展望公園っていうのがね、神戸にね、でその平野展望公園って、うん、まあ俺の家から近いねんけど、うん、近いねんけどあんまり行かへんねんけれども、でもね、有馬街道沿いにあって、うん、どういうんかな、その伊予井さんの店あるやん、ロイ FR っていう、はいはい、皆さん行ってくださいね、うん、神戸のロイ FR という、美濃谷にある、うん、北区の美濃谷にあるレストランがあるんですよ。そうそうそう、僕も一丁噛んでるんですよ、うん、でそこにまあ用事があって行ったりとか、うん、まあ、たまに昼飯食いに行ったりとか、原付でバーッと走っていくでしょ、うん、だからその行き帰り、うん、ちょっとその山、その展望公園ってね、はいはい、あれ城跡かな、石垣がなんかあって、割とねボーンと広い公園なんですよ、うん、でね、その公園の奥から展望台へこう登れるんですよ。展望台っていうほどでもないんやけど、うん、確かに展望がいいテラスみたいな感じ、うん、でどういうかな、ちょっとベンチがあって、うん、見れるんですよ、うん、海が、海というかこう神戸の街並みですね、はいはい、でそこへ行ったら、うん、クワガタがおったんですよ、うん、で、あ、クワガタがおったからその怖いおっさんにね、うん、見せたろうと思って写真撮って送って、あ、いましたよって、うん、ほんでクワガタいました、うん、ほんで、まあ、そのクワガタが逃がしたって、うん、また同じ穴に入れたったんですよ、うん、木のね、入れたって、で、まあしたんです、うん、ほんなら、あ、こクワガタおるんやろって連れて行ってくれ、あ、怖いおっさん、怖い人がね、はい、あ、行きましょうかって、うん、行く途中でね、うん、あのモッコスのね、うん、ラーメン食いたいんですよ。あー、ラーメン食いたいって言ったらちょっとあれやな、言い方が、うん、ラーメン行こうかって、うん、ラーメン食えへんって、うん、あ、もう行きましょうって、うん、で、なんでモッコスのラーメン買えたら、うん、あっこにあの鑑別所あるやん、うん、はい、少年鑑別所、うん、いや俺がなーって鑑別所入った時にな、うん、あのが入って出た時に、うん、そこの鑑別所の先生と、うん、お母さんと一緒に、うん、あの大倉山のモッコスを食うて、うん、でお前先生に、うん、お前鑑別所に入ってたらこんな美味しいラーメンも食われへんやろ、うん、って説教されたんやっていう思い出の泣ける話ですね。泣ける話。あ、そうですか。一杯のかけそう。それはもう行かなきませんね。行きましょう。って行って。思い出のモッコス。そうね、モッコス。食うて、うん、ほんでもう虫取り行きましょう。うん、もう網もな、100円ショップで2人で買いに行って、うん、持って。うん、で、網も2本買うてくれんね。ああ。須山ちゃんも1本。もっと2本。網1本でいいじゃないですかって言ってくれて、うん、なんでや。ああ、はい。口答えになるんですかね。危ない。いや、やる気ないと思われた、ね、うん、な。で、網2本持って。で、行ったん、うん、で、行って、まあ、クワガタおった、ま、前と同じやつが、おうおう、その穴にまた、おったけど、もうなんか隠れ、あ、先生いますよ、とか言って、うん、だけど、もう隠れて、おれへんので、うん。ほんで、その展望台からまたこう、ぐーっとこう、登っていけるんよ。うん、で、結構登って、で、いろんな木に、おれへんな、とか言って、うん、探してた。探して、うん、飽きませんね、うん、って言って帰った、うん、で、帰ったんやけど、夜行ってみたいなって、はいはい、ほんで俺一回夜な、うん、一人で行ったことあんねんけど、うん、怖くてちょっと挫折したんや、うん、あまりにも怖くて、ね、真っ暗やから、うん、山やからな、うん、でこれあかんなと思って、うん、で昨日や、うん、昨日余地に、うん、余地と岸に、うん、ちょっと虫取り行くのついてきてくれやって、うん、で
行った、うん、行って、でまあ公園行くわな、うん、でもう山入ってたら、うん、まあ普通や、うん、そんな別にめっちゃ怖くちゃ怖くはない、うん、うん、でまあ展望台までまず登れ、はい、でもその時点でさ、だ騎士がもううるさいね、うん、ああもうやめようとか、うん、めっちゃ怖いとか、うん、ヘビいたらどうするんですかとか、うん、なんかもううるさいよ、うん、でもうだからホラー映画の、うん、典型的なあかんあかん一番最初にやつやね。ほんでな、もうお前もう騎士お前なえて、うん、あの俺は虫取りに来たんや、うん、肝試しに来てんのちゃうね、うん、だから虫を見てくれ、うん、集中してくれとしてくれ、うん、って言うねんけど、ほんでもな騎士は目がええねん。ああそうなんですか。だから虫はパッと見つけんねん、ほんまに。へえ、なんかおるって、うん、ほんでまあクワガタはいないんやけど、騎士があなんかおるって言ったらおるね、確かに。虫が、はい、虫がおるね、確かに、うん、だからまあやっぱおらなあかん、ね、うん、まあそれはいいねんけど、うん、で怖いなとか言いながら、うん、で一回展望台まで登って、ほんで展望台からまたもう道なき道みたいなのをこう山の方に登ってくれんの、うん、でほんまにで一旦小藪を越えたら、うん、バーンと開けんねん、ちょっと開け、ちょっと広場みたいな、広場っていうか斜面やねんけど木がないとこがあんねん、はいはい、うん、ほんでな、その藪をこう抜けていく間にこんなとこ、もしお前体育座りの少年とかがおったらどないするとか言って、うん、やめてくださいよとか、はいはい、怖い怖いとか言って、うん、ほんまにな、その体育座りの少年がお前こんなとこ座っとったらどうすんねんって言って、うん、で真っ暗やねん、うん、ほんま真っ暗、ほんま懐中電灯光だけ、はい、でバーって行ってて、うん、で、うん、ちょっとこう藪の最終段階で、なんていうの、うん、木の枝がこう壁みたいになってるみたいなとこがあって、うん、でそこをもう抜けたら広場やねんな、うん、そこをさ余地が先頭でバッと入っていったんよ、うん、山の中に、はい、バッと入ったら、で余地がなバッと入って、うん、ああすいません失礼しましたって言うねん、人がいます、もうそんなとこに、あえ、あ人がいますわ、人が住んでましたって言うねんかいや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 ちょっと待ってとで俺もさそこちゃんと確認したよかったんやけど、うん、もうビビって思ってと思って戻ろうかみたいな感じで、もうそれまでめちゃめちゃ調子よかったんよほんまにもうなんかもうな誰かおったらもうお前騎士お前ほんでも怖いことなんかあるかいや、うん、みたいな騎士がさっき怖がるもんやからもっと騎士を怖がらしたろうみたいなさ、うん、感じになるやんどうしても、うん、で行ってたら余地がさいきなりそんなん言うんよ、ほんでバーッと、え、お前ちょっとどういうことやねん、ほんでな、うん、俺そこな昼間何回も行ってんのよはっきり言って、あでたまにほんまにこう見晴らしいから見行って、うん、ちょっと山登って、うん、なんかおらへんかなとか、うん、通ってるんですね昼間は、昼間こう行くねんけど、うん、そんなん人がおる形跡が全くないから俺行ってんねん、うん、ゴミ一つ落ちてないね、うん、うん、気配がない、気配がないね、うん、うん、なだから俺気に入って行ってんのに、うん、そんなんおるわけない、おるわけない、真っ暗やで真っ暗ではよちどんなんがおって、うん、どんなんやったら、あのこの前亡くなった、うん、横田しげるさんみたいな感じでした、あの横田めぐみさんのお父さん、ああいう感じの初老の、まあ、やったら不老者風の人、で、まあ、ニット帽かぶってて、うん、まあ夜や、まあ、そんなに暑くはなかったけど昨日な夜やったし、で、まあ、ちょっとこう厚着っぽい格好で、うん、まあ、要するに不老者風やなでしたっていう、で、まあ、体育座りじゃないけど、うん、斜面の上の方に向かってこう足をちょっと曲げて、だから先生の角度からしたらこういう感じやな多分、あこういう感じで、あで、あ、すいませんって言ったらこういう感じでちょっと振り、ちょっとだけ顔をこう動いたっていう、うん、言うねん、言うねん、ほんでな、いや絶対ないやろって、ほんで、うん、距離的にはだからあの角ぐらい、こっからあ何メートル？その3メートルぐらいかな、おじさんらしき人がいたとこまでです、これぐらいですって言うんだけど、
でもな、それってな、俺が思うに崖の下やと思う。ああ、距離的に。あのな、ちょっと1メーターぐらいの崖があんね、うん。落ちる。うん。じゃあ、空中に浮いてることになる。だから、絶対ないと思うねんな、俺。確認したよかったと思ってんけど、根性で、それはさ、後で思ってんけど。でそん時はちょっとやっぱ、パニックやん。パニックやん。うわっていう、もうとりあえず行こう行こう、みたいな。うん。でもそんなんおるかな、うん、ほんでな、明日の昼間一回か思ってんの。ああ。今日はちょっと、今日ほんま行きたかったけど、なんか形跡があるかもしれないですね、とか人がおったらなんかあるでしょ、そら飯なんか食った後とか。ほんでな、だから余地が言うには敷物とかがいっぱい、もうだからいわゆる不動者の家風になってて、うん、じゃあまあちょっとここで過ごしてる感じやったっていうの、うん、でもな、絶対ない思う。だからその前の日に先生とも行ってるし、あ、うん、でもそこまでは行ってないですね、その余地が見たとこまでは。行ってる行ってる、何回も行ってるよ俺は。あ、もっともっと上まで行ってるね。でそこも通ってる、通ってそっから開けるから気持ちいいね、うん、こう森の、ほんまにな、森の中の、ふわっとこう木のドームというか、あ、めっちゃええんよほんまに。なんか一人で行って、うん、なんかほんともう憎しみとかが晴れていく、憎しみがね、うん、なんか緑の中でな、うん、うん、それはそういうとこやねんけど、やっぱ思って、ほんでな、別に不老者の人がおってもおかしない、うん、おかしないねんけど、もうちょっと降りたら水飲み場とかもあるし、うん、でベンチとかも普通にあんねやんか、うん、だからそこで過ごせるはずない、うん、うん、まあ、ただそこにはちょっとな、暴走族っていうか、そのヤンキーとかが来るらしい。あ、うん、来てなんか知り合いの知り合いの知り合いが、うん、まあ、なんか刺されたりはしてるらしい。あ、ちょっとが、そういうとこはあるらしいねんけど、だから山の中逃げたんかなっていうのはまあるんだけど、でも、うん、ちょっと信じがたいとか、うん、でなちょっと待ってよ、さっき岸からメール来とった、うん、でな、難波さんおるやん。はいはい。難波さんがさ、あの地元っちゃ地元やんか、うん、ほんでやっぱり聞いたら、うん、あそこはあのお化け出るよっ て, 言って、え、そじゃあお化け見てるじゃないですか、言うねんって、うん、うん、うん、って言うねんって。まあでもそれは噂やねん、ただ単に あそこはお化け出るでっていうだけの具体的な話じゃない、うん、うん、うん、でもちょっと見方もね、そんな夜でしょ、それで真っ暗なんじゃないですか、多少見えるんですか。だからいやいやいや、もう真っ暗、もし懐中電池がなかったらもう真っ暗、3メートル先も、ただあの、うん、でライトはついてたからな、うん、もうでも余地は、いや、ちゃうと、いや、もうちゃうちゃう、絶対絶対、そんなんも絶対です、もうはっきり、そのおぼろげな感じとか、あの不気味な感じは全くないって言うの、余地は。ほんでな、でそれが終わった後、うん、こわーとか言いながら、うん、まあこわーとか言いながらも、うん、人や言うから、うん、公園の下の逆、まあ下のまた逆側はね、うん、そっちの方もバーっとなんか虫探したりして、うん、おれへんなとか言って、であかんなって言って、うん、帰りしなも、帰りをさ、あの祇園神社あるやん、はいはい、祇園神社通って帰ろうって、うん、祇園神社の北側から、うん、神社に入っていって、うん、でまあ、山の方からな入っていって、はい、ほんなら自動販売機があるね、うん、で、あ、自動販売機あるからジュース買おうって言って、うん、3人でジュース買って、うん、でその自動販売機の前で、もう余地何見てんとか言って、うん、でわーわー言うてたよ、ジュース飲みながら、うん、で、まあ、まあ神社やから普通に今真っ暗というか、うん、まあ普通に神社やな、でジュース飲みながら、うん、なんやかんや言ってたら、販売機があってトイレがあって、うん、こう降りていくとこがあるんだけど、そのトイレとどういうの、締め柱みたいなの、うん、間ぐらいの辺からチリンチリンチリンって3回鈴が鳴って、3回、うん、それはな、もう完全に3人とも聞いた、ああ、3人とも
その誰かは聞いたけど誰かは聞いてないとかなんじゃない、うん、3人とも完全に聞いた、うん、鈴はもちろんないないよないし、うん、まあ猫かなって強いて言えばああ、うん、首ははめたはめた、うん、でも、まあ、猫やったら、うん、猫かもしれんよ、うん、猫やとなんか猫っぽいと思ってるけど、うん、でもチリンチリンチリンってなった後もっとなるやろって感じです。そう歩いたらなんねんから、うんうん、な、うん、別に怖い感じではない。あ、はいはい、うん、でもチリンチリンチリンって3回なった。ちょっと不気味っすよね。ちょっと不気味やね。でまあその時別にあ、鈴鳴ったなって3人で、うん、あ、鈴鳴ったって別に怖い感じの新品だったけど、うん、どっから鳴ったんやとかなって不思議やなとか言いながら、うん、ほんでまた神社の裏の方も全部、うん、あの虫探したりしながら、うん、でヤモリとかいっぱいおったわ、うん、ヤモリがおるなとか、うん、まあ、自然観察やな、うん、でなんかしながら、うん、もう帰ったんですよ。明日もう一回、まあ多分昼間よっちと山見に行くつもりにはしてないけど、もう行かれへんわ、怖くて。昼間でも怖いわ、そんなん言われたら。絶対に誰もいないと思ったから人がおったとしても怖いですよね。よく考えそうやん、誰もおらんと思ってた。その時の予知の感じがまた怖かったん、ちょっと。ああ、遊びますわ、みたいな。やっぱあとやと、虫、どこや、うん、なほんでもう俺は行け行けやん、うん、騎士ちゃんとついてこいよみたいな感じでブワーって行っててバッて入ってああああみたいな、あすいませんすいませんとこんなんやなんか幼稚そういうの見そうやしね、うん、あので自分は見てないほんまやって言いそうじゃないですか。いやほんでな幼稚が恐ろしいのは、うん、なんかなその現実に耐えれなくてあ、ほんまのこと言わへんことがあんねんてなるほど、うん、なんか俺は見てないと、俺はあれは絶対人間だとそう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 。怖すぎて、であん時は怖くて言えなかったんやけど実はって後で言ってくることがあんねん。ほんまちょっとおかしいと思ったんですそう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 いうのはある あるねんってあいつは、うん、今はいや絶対人間絶対人間ってそう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 でも言い聞かしてるかもしれない。そう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 やねんそうやねん。その鈴もちょっと不思議ですね。不思議やねん。まあ、そういうことがあったんです。あれわかんもんそんなそのあれね実際怖いっすよね。そういう時本当にな油断してたというかその心霊的な要素は全く考えてなかったわけ、うん、こっちは、はいはい、いつも行ってるしね。まあちょいちょい一人で行ってたから、うん、その怖いと思ったこともない、うんそうなんですよね、うん、全てが怖くなるんですよねあれね。そうやねそんなんなぁ岸さんに言ってる場合じゃなかったっすねそれやばーって、うんまあ、そういうことだったね。ちょっと考えにくいっすよねなんか、うん、そうやねえ なんかなぁうん、あとな、ね、なんかなちょっと知り合いのな、はいはいまあ、ご飯屋さんやってる、うん、昔も、まあ、まあ今もやってるのかな水商売のあれやって、うん、今ご飯屋さんやってる人がおって、はいはい、でこの前行ったんや、うん、で行ったらその本人じゃなくてお姉さんが割と好きやねん、うん、その心霊とか心霊とかな、はい、あれがな、うん、心霊というかそう、まあ、スピリチュアル、うん、で占いがすんねんな結構占いを、うんうん、でなんていうのそういう話をな結構聞かせてくれてんけど、うん、なんかななあれ何やったかな
前はちょっとぼかしとこうか、あんまりはっきり言うのもあれやから、うん、あの迷惑もかかるかもしれない、うん、まあとあるな奈良の山奥にある、うん、まあ、お寺やな、うんうん、お寺の、うん、なんかその本に、うん、まあ、いろんな秘術が書いてあると、うん、言うねんな、うん、でそのかやな、うん、その引き戻しの術っていうのがあるんやと、うん、結局そのあ生き返らせるやつですか、生き返らせる、はいはい、うん、やつがあって、うん、で、どういうの例えばな、フランク長井とか、うん、たけしさんとかは、うん、その引き戻しの術で生かされてるんやと。うん、その奈良の寺でやったの。いやいや、まあ、だからその奈良の寺でやったかどうか知らんけど、その引き戻しの術を使う人がおって、それで助かってる。それで、うん、そうやねんって、っていうの。うん。まあ、フランク長井さんの場合はもう、多分、障害が残って、あれしたと思うんだけど、自殺についてな。うん、あ、まあそれでも、もうやばいってなっても、うん、引き戻しの術を使う人がいて、うん、という話をな、うん、あ、そんな話あんまり聞いたことないなと思って、例えば田中角栄とかもそうかな、ひょっとしたら、ああ、うん、一回死にかけて、そうそうそう、うん、でもたけしはそうやってた、うん、うん、そういう話を聞きましたね。だからもっと考えたら思い当たる人いるかもしれない、死にかけたけど九死に一生を得たような人で、うんうん、あ、この人それで蘇ってるなっていう人がいるかもしれないですね、うん、そうそうそう、なんかな、いや、あの噂には聞いとって、うん、あそこのお姉さん あれやで、そういう話、うんうん、っていうのを聞いとってんけど、うんうん、まあまたな、ちょっと改めて行って、うん、話聞いてこようかなとは思うねんけど、うん、言うとったな、うん、で、まあその人が言うにはやっぱりな、うん、夕方が夜になる時、はいはいはい、っていうのはやっぱりその神社とかあんまいことないって言った、あ、大曲がどきというか、うん、そうそうそう、うん、やっぱりこう魔物が、魔物とその あれが入れ替わる時間帯やからやられるよって言うてありました。あ、まあ昨日夜行ってきましたけどね。その入れ替わる時があんまええことないって言ってたね。あ、まあ、まあ夜もそれはええことはないんやろうけど、神社とかですね、うん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 、なんかまあなんか変な時間ですもんね、あれって。まあまあ、そう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 。ガキが出てくるって、うん、はい、言ってました。ガキね、はい、なんかないですか、もう大丈夫。そうそう、小田文道さんが出てきてましたね。ああ、体悪いらしいね、うん、うん、なんか暴露話やろ。まあ全部やらせやったっていう、うん、でもテレパシーのやつだけちょっと意味わからなかった。え、そんなにそれ、そのちゃんと見てない、そのそんな詐欺が、詐欺で、うん、捕まったじゃないですか、うんうんうん、その詐欺がなんかテレパシー、うんうん、テレパシーでなんかを言い合ったっていう、うんうん、罪なんですよ。え？どういうこと？そんな罪ないやろ別に。ちょっとそこをちゃんと言わな、うんうん、投資話の詐欺がなんかちゃうのあれ。そんな 軽い感じで思ってたけど、除霊はできない。これ？この記事じゃないの？それですよね。
だから2002年に逮捕されて有罪判決を受けたことについては今も納得していない、うん、全くくだらない理由です、うん、会ったこともない人間にテレパシーで、うん、虚偽登記などの文書偽造を指示したという馬鹿げた判決、うん、そうなん え、それはそこをカルド入ってモテるやんそうなん。しかもそれは裁判でそんなんええの、そんなんはお前はテレパシーが使えるから有罪ってこと、テレパシーでこれはな宗教法人の乗っ取り、そうかそう、そんなんやったな確か、うん、すっごいしょうもないことで、しょうもないというか、うん、すごいことで捕まったんですね俺。いやでもその織田武道曰くそうやけど、うん、でも虚偽記載をしたんやろ、なんか虚偽登記を行った書いてある。でも会ったこともない人間にテレパシーで、うん、これまあウィキペディア見たらエビの養殖ビジネスも手掛けている。ああ渋いですね。俺の知り合いもいますよ一人。俺やんな。エビの養殖。あ知らん。あの人な。エビの養殖。エビの養殖。人やけど。このフレーズ渋いですね。エビの養殖。しておきましょうか今日は。ちょっと仕事の話が。